はい、久保です。今日は、スケジューリング最適化ソルバー、オプトシークを、実践的な使用法、実務に使おうっていう人の話を聞いて、あまりちゃんと理解してない人が多いなと思ったので、それをデモンストレーションしてみようと思います。実際に作りながらゆっくりやっていこうと思うので、実際に適用したいという人は、こういう手順でやったらいいと思います。で、使うのは、Excel でスケジューリングができるよっていうサイトがあって、こんな例題が入ってました。その例題を、使ってやってみようと思うんですけど、今の例題はものすごく簡単で、作業時間が、こういう入ったような、リストを作っておいて、これ全部、足し算すると、24時間を超えてしまうと。これを24時間以内にやってほしい。36あるんで、納期を24時間にすると、超えてしまうと。で、超えないようにどうやってスケジューリングすればいいのっていうのが、実際的な、このサイトによるとね、実務的な例題らしい。というので、まずこれを解いてみましょう。で、オプトスイークのモジュールが、読んでやるとしましょう。具体的には、from OptSeek import asterisk とするんですけど、ここは開発環境なので、読んでやるとすると、まずモデルのオブジェクトを作ると。引数なしでいいや。で、やると、モデルができます。で、この場合、作業が5つしかないし、資源は、一応資源は1種類で、機械みたいなものを準備しておきましょう。マシンって名前を付けましょうかね。で、モデルを作ると、そこで、アドリソースというのが使えます。これで資源が追加できます。名前を付けてもいいんですけど、付けなくてもいい。で、キャパシティ、類引数があるんですね。キャパシティ、名前キャパシティ、あとは再生不能資源って言って、制約みたいなものを追加できる。で、キャパシティをこの場合は追加します。この場合、再生可能資源。普通の機械ですから。使い終わったらもう一回使える。で、これで、機械という、資源が追加されました。で、追加されてみたら、モデルを、見てみると分かるんですけど、これでモデルをプリントすると、資源が1個入ってるよっていうのが見えると思います。こうやってモデルをプリントしながら作るのが割と実践的かと思います。で、今は作業。作業にはモードっていうのをつけるんですね。作業の仕方。それを、取っておく辞書を準備しておきましょう。これ辞書です。空の辞書を準備しておいて、どうするかっていうと、今このデュレーションに入っている、デュレーションをゲットしていると。デュレーションズでやると、これ、i を持ってきたいんですね。番号、エニュメレートってやればいい。エニュメレートってすると、 ID が i に、実際このリストに入っている数字が d に入ったループができます。で、実際にそれを1個ずつ、アクと i、ジョブとかモードは番号で管理するとして、で、モデルのアドアクティビティ、これでアクティビティが生成されます。一応アクティビティぐらいには名前つけておいた方がいいので、名前をつけて、アクトで番号で i とすると i が入ります。で、納期が今度定義されていて、24、1日でやる24でしたので、これで、作業、アクティビティには、納期を定義しております。で、作業の仕方をモードというんですけど、これはモードクラスから生成する。で、これは名前は付けなくていいのかな。一応付けておきましょう。F の、モードで名前は、i として、で、モードには何を入れるかっていうと、デュレーションを入れます。デュレーション。作業時間のことです。作業時間がこの場合は、このリストの中身ですから D とします。で、これは、モード i っていうのは資源、このマシンを1単位使うので、その資源を1単位使うよっていうのを教えてあげる必要があります。で、これは、モード i のアドリソースで、その資源オブジェクトマシンっていうのを1単位使うと定義します。ここに辞書みたいな形で、0から無限大まで、インフだよみたいなのもしてもいいんですけど、この場合は、
辞書が、辞書でキーが、時間ですね。で、こう無限大まで使う量は1みたいな、これが正式な言い方ですけど、まあ、省略形で1ってやると0から無限大まで1で入ります。で、ここでアクト i にアドモードで、この今作ったモードを追加します。これで一応モデルを書いてみましょう。はい、アクティビティが5、リソースが2、最初作っちゃったんですね。もう一回やると1になると。はい、1と2回繰り返しちゃったので2個になってますけど、で、資源の名前適当に付けられちゃってます。で、アクティビティは、アクト0っていうのがデューデイト24。ウェイトっていうのはその納期を破った時のペナルティ。まあ、規定値が1なので全部1。で、モード0を持っている。っていうので4まで、と定義できたはずなんですけど、デューデイトは全部24で、そうですね、モードの作業時間というのが全部違っているというので、定義されていると思います。モードが定義されてないような気がするんだけど、大丈夫かな。まあ、やってみましょう。で、これを、次、トークンですね。これ、モデルはここに入れといた方がいいと。で、モードをやった後で、モデルのパラムスというクラスがあって、まあ、時間、制限時間、規定値だと600秒になっちゃうんで、1秒にしておきましょう。あとで、結果を見たいので、最初のデバッグ時は、アウトプットフラグっていうのを、true にしておくといいと思います。で、それからモデルオプティマイズとやると、解いてくれます。で、プリントした後、時間解いてくれて、それぞれの作業はこうなって、こうなってっていうので、どの作業がどういう順番でされるかというのが、まあ、最適化された。これ、プリントは邪魔ですね。これで、まあ、1秒で最適解が得られることになります。で、まあ、ここまでが普通の例題の手順なんですけど、まあ、これだと結果を見ても、まあ、なんとか読み取れるんですけど、遅れた作業はアクト1で、これは納期を12超過している。で、すべての納期を受けるペナルティは1ですから、まあ、これが最適値になるんですね。で、うまい順番にすると、納期遅れをする、作業というのは1つになると。そうでないと、いろんなのが遅れちゃったりするわけです。で、結果を見る方法もいろいろ準備されていて、一番単純なのは、モデルの、ライトとすればいい。で、ここに、出力したい、テキストファイル名を入れると、結果がテキストファイルに出てきて、こうやって見ることができます。上が、作業がどこで行われているか。で、下側がキャパシティで、当然、キャパシティ1でみんな1ずつ使ってるんで、まあ、きれいに収まってるってことがわかります。で、ライトエクセルってやると、CSV ファイルに貼ることもできて、この場合は CSV になって、まあ、似たようなガントチャートが、CSV ファイルに測れます。で、他にもいろいろ準備されていて、順番にやっていきたいんですけど、そうですね、メイクガントっていうのは、これは関数で準備されていて、まあ、GUI 作るときにこれを使うわけで、モデルを入れます。モデルと開始時刻と終了時刻、開始時刻と時刻の単位ですね。まあ、2019年1月1日から日単位と思って、今のを出すと、モデルを入れて引数そのままで、で、回位置がプロットリーのフィギュアになると。そのフィギュアを、プロットリーで、オフラインプロットフィギュアとやってあげると、プロットリーの図が書かれます。で、こう、プロットリーなので拡大とかができるわけです。で、もう少し面白いのが、メイクガントフォーノーションというのも、準備されていて、ノーションという、まあ、なんて言うんでしょうね、便利なツールがあって、それを使って、なんて言うんでしょうね、結果を、ノーションで出したいと。で、メイクガントフォーノーション。で、引数はさっきと同じで、モデルを入れて、スタートと、ピリオドって入れます。
まあ、スタートもちゃんと作るとしたら、インポートデートタイム。デートタイムモジュールを持ってきて、開始時刻を、そうだね、デートタイムの、デートタイムの、トゥデイ。とかにしとけばいい。それを引数スタートで指定してあげて、ピリオドっていうのがあったので、これを、元の通りの時間でやってあげましょう。でそうすると、出てくるのはデータフレームです。Notion っていうのはデータフレームを、とか CSV ファイルを読み込むことができます。こういう、データフレームができるんですね。ネームでアサインされているモード。で、デートはこういう、どこからどこまでその占有するのかですね。で、スタートが現在時刻に多分なってるはずですね。で、それぞれの、プロパティはデューデートが24時間で、ウェイトが何とかで。で、実際に、フットシークの結果というのは、それぞれのアクティビティの、エクセキュートっていう、属性に保存されているので、そいつを書き込んでいます。これ、0時刻から4時刻まで、1単位使う。まあ、こういう辞書で入るのが一番一般的な方法なので、それで入っています。でこれを、toCSV で CSV ファイルに保存します。何でもいい。GAN とCSV。保存された CSV ファイルを Notion で読み込むことができます。で、これが Notion の画面で、Notion は、ファイルの共有とかシェアができるので、いろいろな部署で、その、この結果を得て、その進捗の管理とかも、使うことができます。データのインポートはここでします。インポートで、今の場合は CSV ファイルでした。で、GAN とっていうのをどっかにあるんですけど、GAN と CSV というのを開いて読んできます。すると今の CSV ファイルが、この、Notion の中でこのように、展開されて出ていきます。で、ノーションではビューという概念があります。で、タイムラインってやると、ガントチャート、カレンダーってやるとカレンダーになるので、まあ、これ、トゥデイがここなので、それぞれの作業がこのように、並んでいることがわかります。今、月単位になっているので、アワーズにすると、まあ、このように時間単位、アワーズ、デイぐらいにすると、このように作業がちゃんと並んでいて、まあ、これをみんなで共有して進捗管理とかができるようになるわけです。で実際にシステムに入れたりするときは、モデルのアクトというところにアクティビティのリストが入ってます。アクティビティーズってやると辞書で入ってます。でこれを一個ずつ抜いてきて、4A かな、インアクト。で、これを、プリントしてあげると、例えば、スタートが開始時刻、A の、コンプリーションが終了属性だと思ったので、はい。で、それぞれの属性をこれでシステムとつないであげればいいわけです。で、まあ、これによって、なんて言うんでしょうか、オプトスイークの基本的なものと外側のシステムというのが、まあ、つなげて、まあ、いろいろなシステム、さっきの可視化も含めて、まあ、簡単に、まあ、実用化に結びつけられるという仕組みになっています。で、まあ、また後で詳しい、もっと詳しい、難しい問題、今のは非常に簡単なやつですけど、も紹介していこうと思います。では。